はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、区役所で LINEPay を使ってコード決済してきた失敗談ありということで、今回はお題の通りですね、区役所で LINEPay で決済した時のこととプラス失敗談についてお話をさせていただきたいと思います。先日ですね、ツイッターでこのようなツイートをしました。あるものを発行してもらうために、本日は区役所へ、発行手数料の支払いは LINEPay にてお支払い、ちょっと感動しました。ペイ徳とかの還元とは対象外と思いますが、ちゃっかりポイントが付与されたのでこれは嬉しい、ありがとうキャッシュレスということで、あるものというのはまあちょっとした証明書的なものを発行しに行ったんですけども、その時に LINEPay で決済したんですよね。その時の様子は写真しかないんですけども、区役所で手続きが終わってお会計の窓口にいて、こんな風に現金とキャッシュレスに分かれてました。 QR コード決済かっこ LINEPay のみ、 IC カード優先窓口ということでしたね。左側は現金、右側は QR コード決済って感じでしたね。この画像を見ていただいたら分かるように、右側が LINEPay 専用の端末で、左が IC カードのリーダーということでしたね。あとはその係の人が金額を入力して決済をするという流れでした。そしてお会計が終わった後の画面がこちらですね。お支払い500円、 LINEPay お支払いが完了しましたということで、ちゃっかりポイントも17ポイント入ってたので、これは普通に嬉しかったですね。そしてお題にもあった失敗談というのはですね、それが決済の時に実は起きてたんですよね。というのも、係の人が金額を入れて、僕は LINEPay 専用のアプリで決済をするんですけども、決済ができず、画面には残高不足というふうに表示されてるんですよ。もちろん数千ほど残高は入ってるんですけども、なんかもうなんだろうというふうにですね、思いながら1分ほど悩んで分かりました。ちょっと時間かかったんですけども、残高に入っていたのは LINEPay からもらったボーナスだったんですよね。こちらの LINEPay の公式ブログなんですけども、下の赤いところを見てもらうと分かるように、 LINEPay カード、クイックペイプラス、 LINE ギフト、 LINE スマート投資、 LINE 保険、請求書払い、タピネス自動販売機のお支払いにはご利用いただけませんのでご注意くださいというふうに出てるんですよね。そうなんですよ、今回僕はここの請求書払いというところに該当してたので、ボーナスで支払うことができなかったんですよね。最近では1000円もらえるキャンペーンとかあったと思うんですよ。あとは3月のペイ徳の還元とかで、僕全然 LINEPay にチャージしてなくて数千円だけ入ってて、それに気づいて、その時にですね、もう秒速で LINEPay に1000円チャージして、もう何もなかったかのように決済して終わりました。いや本当はですね、最初もうカッコつけて LINEPay でどやりながら決済する気満々だったんですけど、もう決済できないわ、時間がかかるわで、もうめちゃくちゃダサかったですね。まあもう本当ですね、お客さんが少ない時間だったのが本当に不幸中の幸いでした。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。 LINEPay を使って区役所で決済したけど、あるちょっとした失敗談があったというお話をさせていただきました。まあただ単にもう僕がバカなだけだったということもあったんですけども、まあもしですね、ボーナスが入った状態で決済ができないということがあれば、もうすぐに現金をチャージすれば改善をするというところをですね、思い出していただければ、まあその時の状況が改善できるのではないのかなと思います。ぜひですね、下のコメント欄でも、私はこんな体験しましたとか、僕はこんな経験しましたっていうのがあれば書いてくれるとまた嬉しいです。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。